はい、中年オタッキーです、なかなか時間がないんですけども頑張って動画作っていこうと思いまして、なぜ頑張って作っていかなきゃいけないかって言ったら、フィルムで写真撮ってね、で現像して仕上がってきて、もうただでさえねちょっとワンテンポ遅いタイミングになってるんで、その動画を作成するのが滞ってしまうと、どんどん写真が季節外れになっていくんですね。で、もうちょっと秋が来て結構焦っております。夏の梅雨時ぐらいの写真から夏の写真だらけになってるんで、涼しくなるのはとっても嬉しいんですけどね。そんなわけでね、今日はね、このカメラ紹介していきます。オリンパスファンの皆様、お久しぶりオリンパスのカメラ。オリンパスのね、これ、L10 スーパーっていうカメラでね、カメラ5台セットの中へね、ジャンクカメラ5台セットの中に入ってきます。これ、ニューンってレンズが伸びるんですけども、これね、とりあえずね、写真撮ってきましたんで、作例を、交えながら、紹介していきたいと思います。それでは本日の動画、スタートしていきます。はい、この L10 スーパーっていうカメラなんですけども、オリンパスのね、L シリーズっていう、ジャンルで言うとね、ブリッジカメラっていうジャンルになる、コンパクトカメラの一種っていうことに、なりますけども、例えばこれね、キャノンの FP なんですけど、FT とか FPV とかと同じ、そんなに大きさ的にはね、変わらないんですね。コンパクトっていうのはちょっと無理があると。それもそのはずね、構造的に言うとこれ一眼レフカメラになるんですね。これペンタミラーが内蔵されてるのか、ペンタプリズムじゃなくてミラーかな。ファインダーの倍率はね、ちょっとちっちゃめなんですけど、一応一眼レフカメラのジャンルになります。ほんで、蓋をね、よいしょ。開けるとね、こうやってね、縦走りのメカニカルフォーカルプレイになってるんですね。で、ここに、フィルムを入れまして、で、ここに差し込んで、蓋をすると、勝手に巻き上がっていくんですけど、これね、通常ね、このフィルムを巻くスプロケット、ギアがね、通常のカメラあるんですけど、これないんですね。で、奥の方に入っていくとローラーが挟んで引っ張るみたいな形になるんで、ちょっと奥の方までね差し込んでやらないとうまく巻いてくれません。でね、撮影モードなんですけども、基本的にはねもうオートになります。こちらの方にねあります、真ん中がフルオートで周りはねシーンセレクトになってきますね。で、カメラの性格上ね、もうオートで撮った方が、使いやすいかもしれません。で、重量もね、そんなに重たくないんで、デザイン的にも、女の子が別に持ってもいいかなっていうカメラですかね。これなんだ？指導補正ダイヤル。やっちゃうわ。あ、パノラマか、これ。パノラマもあるんだね。でも、パノラマはね、使う価値あんまないと思うんですね。で、あ、そうや、指導補正もついてます。ここにね、指導補正ダイヤルがついてる。こちらが、パノラマ切り替えですね。クォーツデートもついてますけども、僕はちょっと電池交換してないんで、クォーツデートは、機能しておりません。それではね、ちょっと早速、作例をちょいちょいと、見ていただけますかね。それではどうぞ。なんですけど、後ろにも出てますけどね、非常にね、いい色が出ております。オリンパスさんらしいね、レンズにこだわりを持った設計であると思われますね。ちなみに使ったフィルムはね、いつも使ってる、最近よく使ってるコダックの、200、コダックゴールド200か。
になります。10本でね、Amazon とかで4200円ぐらい、つまり1本あたり420円ぐらいで買えます。富士フィルムさんがね、最近値上げして、記録用のフィルムがね、24枚撮りでも580円ぐらいするんで、コダックのゴールド200、非常に安いですし、北村のナルト店の店長さんもね、一押しって言って、色が非常にいい色が出るってんで、一押しって言ってますね。ほんで何より200って感度がいいんですね。感度低すぎもせず、で、粒子荒すぎもせず、いいとこ取りみたいな感じでね、200のフィルムすごい使えます。まあ、フィルムの話で言うと脱線しましたけど、で、このレンズなんですけども、ズームレンズがついておりまして、忘れちゃった。28の110か。28の110で、F4.5 から 5.5。そんなに明るいレンズじゃないです。だから、テレタン 110mm で F5.6 なんで、まあ、被写界深度多少は浅くなりますけど、ポートレートとか撮るにはもうちょっと明るいレンズが欲しかったなっていうぐらいのカメラにはなりますね。で、まあ、通常準光撮影で、今、作例を紹介しましたけど、若干逆光気味でも撮りました。若干逆光気味の写真の2枚、ちょっと、見ていただけますかね。はい、逆光気味、逆光でもないんですけど、まあただ光が強い状況を見越した撮影で、まあコントラストの低下もなくね、まあいい感じで映っております。で、露出制御はね、まあ良さそうなんですけども、若干ピントが甘い写真が目立ちます。オートフォーカスのね、あの合焦精度がちょっと弱いみたいで、まあ対策としては、風景モードにして撮るか、それとも何度もピントを合わせてファインダーの中でしっかり確認、してから撮るのがいいかもしれないですね。で、ストラップなんですけど、これね、ストラップ同士がね、ものすごく狭いんですよ。でね、通常のストラップはね、通りません。こっち側はね、普通に通るんですけど、こっち側がすごく狭いんで、あの、ストラップを使う方はね、ぜひとも細いストラップ。必死に僕、普通のストラップ必死に押し込みましたけど、ストラップ使わないと嫌いな人種なんでね。で、電池がね、なんだったかな、CR2 か。CR2 が、これ。CR123A でした。失礼。CR123A をね、2本使います。電池代はそこそこにかかります。やっぱね、この、オートフォーカス時代のカメラってね、その現在、デジタルカメラはね、充電式の電池ばっかりになってますけど、この使い捨ての電池になるんですね。で、リチウム電池、一応リチウム電池なんでそこそこの値段します。これ2本買ったら1500円くらいかかってきます。まあそんな感じなんですけども、これはもう動かす以上は買うしかないんで、描写はね、すごくいいです。ズームレンズにしてはすごくいいですけども、若干、もうちょっと明るくあって欲しかったかなっていうね。で、あとこれポップアップストロボついておりますけども、これダブルストロボになって光量は非常に大きいです。結構ね、200ぐらいのフィルムでもね、夜間撮影はちゃんとできると思います。今日の動画はそんな感じになるんですけども、実はね、もうね、L1 も買ってあるんですね。これね、ツイッターをね、見てくださっている人、ツイッターね、中年オタッキーでね、検索したら僕のアカウントすぐにわかりますんですけども、もうこれツイッターではね、紹介をしてるんですけど、すでにね、フィルムも入っててね、で、こいつのレンズが、135mm まであります。ちょっと明るさはね、書いてないんで、わかんないんですよね。で、こんな感じでね。これもね、一眼レフカメラになります。で、これはね、もうフィルム焦点が激しく難しいカメラになります。まあ、このカメラね、写真撮影して、またカメラを紹介するページでね、紹介したいと思いますけども、こいつはね、撮影モードがちゃんとマニュアルとかもね、全部あります。ちょっとね、クロート向きになります。フィルム焦点が難しいのがね、ちょっと大の弱点なんですけども、
まあそんな感じでね、そのうちこれ紹介していきます。で、今日の動画はこんな感じなんですけども、次の動画どうしようかな。もうこいつのね、これキャノンなんだっけ、RP か、キャノンフレックス RP、こいつもね写真撮り上がりましたし、いろいろ出てきてるんですけども、次の動画どうしようかな。まあちょっとまた気まぐれでいこうと思います。昨日ちょっとトラックがね、新車に乗り換えになって、トラックってね、生活のスペースなんでね、乗り換えというよりはもう引っ越しに近いんですね。で、今回新型になっちゃったんでね、カーオーディオのスピーカー、僕スピーカーね、たくさんつけてズンドク鳴らしながら走るのが好きなんで、スピーカーたくさんつけるんですけど、コンソールボックスとかね、そのインパネの外し方がわからなくて、今、って悩んでるところなんですけどね、昨日結局、日付変わるぐらいまでトラックのその引っ越しと、5年半、91万キロ乗ったトラックですから、掃除がものすごく大変で、で、結構疲れてます。もう、今日の動画はね、ちょっといまいちの出来になってるかもしれない。これ申し訳ないんですけど、ただちょっと作例がね、どんどん季節外れになっていってるんで、ちょっと焦りながら撮ってます。それで200万画素のね、デジカメの写真とかもね、ぜひぜひ紹介してくれっていう風に入ってきてます。やりたいこと山のようにあるんですけど、まあなかなか。まあそんな感じでね、次の動画また気まぐれになっていきますけど、今いろいろ撮ってますね。オリンパスのね、FE370 っていうコンデジでも撮ってますし、ニコンのクールビクス S500 だったかなの、デジカメも撮ってます。コンデジでね、インスタグラマーはコンデジで撮れっていう動画をね、作りたくて仕方がないんですけどね、もう企画は浮かんでるんですけど、なかなか時間がないのが現状で、また次の動画はちょっと気まぐれになっていきますけども、そんな感じで、お待ちいただけますでしょうか。今日の動画はまあこんな感じです。それではね、実はね、おとといが私誕生日でした。で、51歳になりました。51歳の YouTuber、うわどこまで頑張れるか、頑張っていこうと思います。それではまた、ぜひね、画面の、この辺かな、チャンネル登録もしていただければと思います。それではまた、ごきげんよう。